こんにちは、金ちゃん BBH と申します今回は、アンジェスを分析してみたといった内容で情報発信をしてきたいと思います分析時期につきましては、2019年9月30日時間軸につきましては、スイングとなります本動画をご視聴される上での注意事項になりますご確認くださいはい、それではですね 早速、チャートの分析の方に入っていきたいと思います。現在、ご覧のチャートは2019年9月3 0日現在のアンジェスの冷やしチャートになります。早速ね、チャートでサポートとレジスタンスをですね、アウトプット出していきたいと思います。まず、サポートとレジスタンスにつきましてはですね、サポートが625円付近に意識されるサポートですね、レジスタンスについては850円付近がですね、意識されるレジスタンスなのかなというね、イメージを持っております。 テクニカル資本ですね RSI につきましては、現在ですね、80%に到達をいたしまして、そこからね、垂れてきている状態であります。多分んね、これからもし垂れてきたとしても、50%のねポイントでサポートとしてね、機能してくる可能性が高いのかなとね、思っております。おそらくね、50%まで下げてくると、この625円の、ね、サポート付近まで落ちてくる可能性が高いのかなとね、イメージを持っております。ただね、レジスタンスを見ていきますと、おそらくね、今このラインでトレンドラインが来きますので、ここのね、えー 部分ですね、このトレンドラインを抜いてくるとレジスタンスで引きとトレンドラインを抜いてくるともしかしたら、ね、チャンスになってくるのかなとねイメージを持っております。の分析にについては以上になります。 まあ冷やしでですね、考慮するべき事項といたしましては1つ目、ですね、1900万株のですね、信用改ざんがあるということをね、考慮しておかなければいけないのかなとね、認識をしております。あと、ですね、えー、まあバイオ関連銘柄ということでノーベル賞がね近くあるということでこのね、ファンダメンタルの変化はね、注意しておかなければいけないところなのかなとね、イメージを持っております。 再び、ね、チャートに戻っていきますと現在、ね、チャートを引きで見ておりますとです、ね、この黄色いポイントでも、ね、み合いになるかもしれないなという、ね、イメージを持っております。 えまあポイントとしては、ですねこの白いね右肩下がりのトレンドラインですねこれトレンドラインというんですけどもトレンドラインを終わりで割ってくるかどうかですね今私だったらそこをね焦点するのかなとねイメージを持っておりますこのねえトレンドラインをね終わりで下抜けするとどうなるかと言いますとですねまあここまで下げて625円のねえサポートまで下げてくる可能性がねえ高いのかなというイメージを持っておりますでえその後、ね動きの動きについてはそらくここでもみ合いになりましてもみ合いをですね えー、下抜けしてしまった場合については、ですね。おそらくね、五百五十円から六百円付近まで落ちてくる可能性が高いのかな、とイメージを持っております。えー、このね、もみ合いを上抜きした場合については、ね、再び七百円台のね、えー、ポイントまで復帰してくるのかな、というね、えー、イメージを持っております。反対ですね、トレンドラインをね、えー、終わりで、割ることなくですね。このもみ合いをですね、黄色い部分のもみ合いを上抜きした場合については、ですね、えー。どうなるかと言いますと、おそらくですけども。 こういう値動きをイメージをしております。1回ですね。750円付近まで伸びた後ですね。えー、っと、このね700円付近のリテイストが入りまして、このリテイストでですね。この揉み合いの枠内に入らなければおそらくですね。780円から830円付近まで伸びていく。この可能性がね高いのかなとイメージを持っております。反対にですねこのーねリテストで。 えーまあ、枠内に入ってしまった場合についてはです、ね、再び670の付近まで、えー、戻してもう見えになってくる可能性があるのかなとねアンジェスの分析については以上になります。